この方に先ほどどうぞ。あ、どうも。よろしくお願いします。ジャングルポケットの太田君です。よろしくお願いします。お願いします。太田君ちょっと筋肉みたいだけど筋肉見せてもらっていいかな。全然仕上がって聞いて。ずいぶん狭いコミュニティのものです。あー、すごいかっこいい。ちょっと太田さん、ガッていう筋肉を見せるからです。ああ、すごい。全然週3、4ぐらいは十分なかったや。自然筋というかね、この強さがいいですよ。ちょっともう一回だけ。あ、いいか。これはすごいね。やっぱり大体がもう硬いからな。すごい。あ、そこ期待なんない。はい。期待じゃない。やっぱりそうなんだ。あ、やっぱり硬くなっちゃってる自分もちょっと恥ずかしいです。いや、乳首も鍛えられてるのがある。乳首はちょっと鍛えられてなくてですね。そうだ。そうかそうか。ごめんごめん。じゃあ。太田君、ちょっと次、匂い嗅がせてもらっていいかな。筋肉の匂いっていうのが、ホルモン、ちょっとかっこいい匂い嗅がせてもらっていいかな。はい。ちょっと引っ張り合いよかったですもんね。あ、いい匂いだわ、太田さん。いいですね、これは。なんか男とこう、いい匂い。あ、これこれ、当たってた、これ。じゃあ、もう一回、もう一回だけでしょ。いやいや、太田さん、本当にやめてください、その筋肉で。ちょっともう一回だけちょっと匂い。本当にいい。何してんすか。いや、ちょっともう一回筋肉の年齢今度大沢さん。本当にいいわ。ちゃんとね、ちゃんとエッチセットもしてる。これ何ですか。あ、これ9点。やっぱり匂いもいい匂いで、これはもう10点満点中9点、最高の肉体だと思います。あしゃあしゃ筋肉グッてやらなくなると関係ないですよね。